石典がシカゴ・ジェリー・バトラー・ジュニアはアメリカ合衆国ミシシッピ州産フラワー生まれのソウルミュージック歌手、ソングライター、インプレッションズの初代リードシンガーとしても知られる。1991年にロックの殿堂入り、政治家としても活動しており、1985年にイリノイ州クック軍の委員に当選し、健康、公正と建設の委員を歴任した。 1985年に初当選。貧しく、シカゴの集合住宅で育った。音楽と教会が人種差別と不公平からの救いだった。教会の合唱団で、カーティス・メイフィールドと一緒に歌う。ノーザンジュビリー・ゴズペル・シンガーズというゴスペル・カルテットで、メイフィールドと歌う。その後6人組、ルースターズとなり、カーティスはギター担当。それが、 インプレッションズになった。サム・クック、ソウル・スターラーズ、ファイブ・ブラインド・ボーイズ・オブ・ミシシッピ、ピルグリム・トラベラーズなどに憧れて音楽産業に入った。弟、ビリー・バトラーも音楽業界に入り、バトラーのバンドでギターを弾いて全国ツアーを行っている。ホーユー・ア・プレシャス・ラブを書き、BJ でインプレッションズと録音、1958年に発売。 初ヒットでゴールドになった。またバトラーはオーティス・レディングと I've Been Loving You To Long を1965年に共作している。ソロでは H.E. Will Break Your Heart などのヒットを連発。これらは仲間のメイフィールドが書きハーモニーでも参加した。黒人版アンディ・ウィリアムズとも目されたバトラーはやがてバトラーはフィラデルフィアのギャンブルハフと組み。 ヒットを連発する。オンリーザストロングサバイブなどもヒットした。オンリーザストロングサバイブは大ヒットし、ノーザンソウルの有名曲になった。アルバム、ザアイスマン・カムースとアイス、オン・アイスもヒット作となった。ザアイスマン・カムースで3つのグラミー入選。モータウンでは1976年、1977年に、ポール・デビッドウィルソンと2つの アルバムスイートフォーザシングルガールとイット、オールカムズアウトインマイソングを作った。トニー・オーランドとドーンは、バトラーの H.E.Will Break Your Heart を1975年に、H.E.Don't Love You として、カバー、大ヒットして、ポップのトップになった。また、ウィルソンと D.D. シャープ・ギャンブルのアルバムを制作。1981年に、シャープ・ギャンブルのアルバム、 DDE からのシングルブレイキングエンタリング Easy Money ーーがダンスチャートで4週1位になった。バトラーは政治家に転身し85年に民主党からクック軍ボードオブコミッショナーに就任した。彼は政治家をする傍らツアーもしている。政治では2008年にクック軍ボードオブコミッショナーで国内最高の消費増税を断行し、 シカゴトリビューンは2010年の選挙でバトラーに投票しないように呼びかけた。ドゥーアップ50や51、ロックリズムドゥーアップ、ソウルスペクタキュラー、40イヤーズオブ・アールビーなどで司会を務めている。1991年にインプレッションズのメンバーとしてかつての仲間たちとロックの伝道入り。ブルースロックの人気バンド、ソロ活動についてもロックの伝道入りさせるべきだと、 主張する、批評家が後を絶たない。その後、バトラは2018年に退任するまで、クック軍ボ道部コミッショナーを務めた。ツアーに同行した、バックシンガーの一人であるアネットと結婚し、シカゴで暮らしている。二人の息子ランディーとトニー孫が一人いる。ありがとうございます。